彩というタイトルの個展なんですけど、この潮彩を絵をぼーっと見ていると、なぜか海の潮彩が聞こえてくるという個展です。どうぞ最後までお楽しみください。この音の正体は、じゃーん、ビニール袋でした。しかもとっても薄い、スーパーでズッキーニとかナスとか買った時のビニール袋を波の音に見立てて、こうやってされません。これをですね、私今断捨離をしてまして、断捨離中にビニールの音がたくさんこうやっていっぱいしてて、何回癒されると思ったら、あ、これ波の音だと思って、それでですね、ちょっとインスタライブでやってみたんですよ。そしたら、あ、波の音で聞こえるって言って、みんなもお家のなんていうんですか、ビニール袋持ってきて、それで、あ、波の音聞こえましたとかってやってたんですよね。である人はそのビニールがなかったらしく、ラップでやってみたら、あの流氷のガリンコ号って言って、流氷砕氷船の音がしました、ガリガリって言いましたみたいな。結構これね、癒されるんですよ。なんか赤ちゃんとかビニールのこう音をやったら泣き止むっていうのは、多分この潮騒に近いんじゃないのかなと私は個人的に思いました。皆さんもぜひお家で潮騒やってみてください。でおうち個展、とっても簡単に、あの絵の具と青い絵の具に2色とかでもできますし、買ってきて、そしておうち時間をこのビニール袋の潮騒で癒されていただければと思います。それでは皆さん、また来週。潮騒のおうち個展でした。